これは自信があります。ちょっと見てしまった分かった。難しくない？でも、なんか分かりました。分かりました。おー、ポップティーンチャレンジ部。素晴らしい。はいです。おはようございます。すごい成長。すごい。前回あの過去形のね、あのテストをねやってもらったんだけども、なんと中1の教材が終了しました。おめでとうございます。すごいですよね。だって4月から始めて、6月の終わりには終わったわけなので、3ヶ月で1冊終了と。こういう、まあ、問題集だ。一冊全部やりきったことってこれまでありました？ないですね。途中まででも諦める。いや、そうですよね。で、結構これってあるあるで、一冊やりきるってそれだけですごく価値があって、めちゃくちゃ力ついてると思います。この一冊が、まあ、終わるとどれだけのレベルになるかと、今目指してる英検の4級に合格する力はこれでもつくと。リスニングの取れ高とか次第では、あの英検3級もね、この内容で十分もう挑戦できるぐらいまでいけるっていう、実は2冊目にしてもうセラピーちゃんの目標がほぼ達成できる。そんな教材なんですよ、これって。この英語の授業でやってるようなことと、いよいよね、こう追いついてきて、ね、追い抜けるかみたいな内容になってくるんですけど、そのタイトルざーっと見て、これも聞いたことあるなとかって思われる。未来性はありますし、助動詞もあります。接続詞、前置詞。今学校で何やってるかってわかる？今はちょうど、未来系だよ。あ、ちょうど未来系やってるんだ。マジックでいきます。はい、 I am 正解。 It is 正解です。おい、余裕ですか。はい、これはちょっとね、チラッと見てしまった。分かった。頭でも、あの結果が出ました。いいね。 be 動詞プラス going to っていう表現、後ろに動詞が、この変化してないかつ何系って言ってた。おー、即答ですね。いいね。これは何回もめっちゃいい。 be 動詞プラス going to 動詞の原型っていうのがパターンですね。もう一個ね、リスニング問題もあって、はいはいはい、リスニングってどうですか、得意不得意で。英語のリスニングは、うん、結構あの丸が多いです。あ、そうなんだ。そっかそっか。9とかってね、スニングが占める点数もすごく高いから、練習していけばできると思って、こっちもちょっと1個、はい、あの挑戦してもらおうかなと思ったので、はい、はい、わかりました。多分2番。おお、なんかカラーって言ってたから、うん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 、あなたのなんかカラーなんちゃらこっちゃらみたいな。パープ
2番目に見てたから、うん、2番が正解だと思う。1番は何て言った？1番何だったっけ？僕ゲームよ、僕ゲーム。やべ、俺ちょっと分かんなかった。難しいですね。What color do you like? 1. Science. 2. Purple. 3. Hot dogs. Hot dogs. Oh, してる? Hot dogs? そうです、そうです。Hot dogs.森の中にある。じゃない。社会。社会。じゃない。オッケー。科学か何かって感じだね。うん。What color do you like? カラーを聞いてきた人に、リカってこと言うと、ホットドッグってこと言うと。2番、これもね、パープルってよく聞き取れたなと思って、すごいですね。正解ですか？正解です。問題のさ、意味もう一回分かるかな？問題の意味、あなたの好きなカラーと色は、色はって聞いたんですよね。 OK です、バッチリです、バッチリです。完璧じゃないですか？完璧です。これもその What っていうやつを知ってるか、何って聞いてるんだよ。 Do you like?聞き取れて、単語練習するんだよって言ってたのが、なんで必要か分かったでしょ。発音が違うから、あれこれ何そう、あんなホットドッグあんなかっこよく言うんだみたいなね。知ってるホットドッグと違う。そう、いやでも本当すごい、あのリスニングは得点源にしていけそうなんで、はい、どんどんこう鍛えていきましょう、はい、ね。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画もまた見てください。バイバーイ。ほんにょお前ほんにょほんにょいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。カット。